はい、皆さんこんにちは。今回は前回動画でレブロン18とレブロン18ローの比較を知りたいという多くのリクエストをいただいたのでやっていきたいと思います。まず早速ですが、18ローの簡単なスペックから紹介していきたいと思います。アッパーはテキスタイルメッシュ、触った印象かなり薄い作りですが、張りのあるしっかりとした素材感です。先端部位と所々斜めに補強された分厚い素材感が特徴的です。終端ライニングは薄い構造、ヒール周囲には分厚くパッティングが施されています。後方はヒールカウンターが内蔵、またマックスエアの上にも TPU 製パーツが設置されています。クッションはフルレングスリアクト、ヒール部分にはレブロン17、18と受け継がれているエアマックス270と同等量のマックスエアが搭載。アウトソールは18とほぼ同等のワッフルトラクションパターン、後方部分のみ細かい突起が存在します。触った印象、剛性は前方で通常、後方でやや高め、粘性はほぼなしということで、全体的にスッキリとかなり軽量化した印象がまず一つ。しかしながらヒール部位のごつい印象、サポート性がしっかり意識された作りはやはりレブロンのシューズだなと感じます。リアクトクッションはどのくらいの厚みが入っているのか分かりませんが、反発する前に沈み込む特性があると予想されるので、後方部位のマックスエアとの相性が果たしてありなのか、リアクトとマックスエアが合わさってぐにゃぐにゃにならないか、その部分が個人的に気になっている点です。それでは早速履いていきましょう。履いた感想、そして最後に18との比較を言っていきたいと思います。まずアッパーですが、今回ナイキの通常サイズ 27.5cm グローバルラストをチョイスしています。サイズ感としては横はジャスト、縦は割と余っていた印象でした。足入れ後はアッパー全体が若干締め付けるようなタイトに感じられ、素材の張りの強さを感じましたが、素材全体は薄く不快感はなく、動き出してすぐに馴染んだ印象で快適に履くことができました。サイドの動きの際、ところどころアッパー素材の強度によってサポートを受ける場面ではしっかりと支持されていた印象でした。そのため良くも悪くも伸縮性のないアッパー素材と感じました。
足首周辺の構造は広い設計で、後方ヒール周囲にパッド構造はあるものの、満足のいくフィット感は得られず、プレー中、かかと周辺が浮く不安定感を感じました。この特徴は AT の時も感じていたので、同じような設計なのかもしれません。これに関しては厚手のソックスで対応。また、もしかしたら18ローに関しては、アッパー素材が足に当たってもあまりストレスにならない。縦も割と余っていたので、ハーフサイズダウンでも履けるのではないか、とも感じています。これは試した方いましたら教えてください。次にクッションです。まず足入れして乗ってみて気づくのは、後方はマックスエア分丈が高く感じる。対してフォアのミッドソールは薄い構造で設計されており、そのため前方に向かって傾斜感を感じ、履いた段階でやや前方荷重の重心となります。フロア接地感は良く、改めて本当にレブロンの靴と思いました。クッションのリアクトは前方荷重の重心も相まり、フォアフットで沈み込みを強く感じ、衝撃吸収に特化したクッション性を感じられます。しかしリアフットの足下にあるリアクトは全くと言っていいほど感じられず、本当にフルレングスリアクトなのかと疑いました。理由としてはマックスや直上にある TPU 製パーツ、剛性がかなり高い素材でできており、リアクトの柔らかい沈み込む特性を完全になくしている。ヒール部位のマックスやのみを際立たせるような作りとなっています。このパーツはおそらく履く前に記念していたリアクトとマックスエアが合わさる部分で不安定になることを回避するための役割をしているのではないか。安定感向上のための構造であることに気づきました。ディアのマックスエアの衝撃吸収性はやはり素晴らしく、快適にプレイすることができました。クッションの反発性という点に関してですが、後方リアクトの存在感が消えてしまったことで、どうにもリアからフォアへの伝達に違和感を感じました。後方は着地した際若干硬く、前方は極端に柔らかいというアンバランス感が際立ちました。これはリアクトの特性である沈んだ後伸びるように反発をする特性が生かされていない構造のように感じられ、期待していた反発は感じられませんでした。次にトラクションです。18とほぼ同様のワッフルトラクションパターンでしたが、こちら想像以上に滑った印象でした。おそらくこの理由としては、前方荷重プラス前方リアクトのため、部分的に沈み込んだ状態からストップに入ることとなる。そのため面よりも点で負荷がかかり、グリップする形となりますが、このトラクションパターン、点で支える場合はそこまでグリップが発揮されないのだと感じました。18の時は局所的な沈み込みが少ない分、面で捉えてグリップしていた印象で、そこそこ止まってくれていた印象でした。同様のグリップパターンでも違いを感じた部分で、ここは個人的に面白く感じました。それでは18ローの比較を最後に述べていきましょう。まずアッパーに関しては、18に施されていたニットポジット 2.0 はやはり素晴らしく、耐久性、心地よい適度な伸縮性も兼ね備え、しっかりと側面にかかる負荷も支えてくれていた印象でした。18ローも安定感はあり、アッパー全体の軽量化、また通気性という点では優れていました。個人的にはニットポジット 2.0 を履いていた時の心地の良さが勝っていた印象でしたが、シュータンが刺さる問題は18ローでは回避されていたため、その点はローの方がいいと感じます。次にクッション。フロア接地感は圧倒的にローの方が良く、2つ同時に履くと高低差が如実に感じられます。しかし18の後ろミッドソールの程よい硬さ、ソール全体に面で乗っている感覚は安定感が感じられます。クッションの反発性は圧倒的に18の方がよく感じられます。クシロンミッドソールとズームソルベの相性はやはり良いと思います。ローはどちらかというと衝撃吸収性に特化していた印象を感じました。トラクションは前に述べた通り、面で捉える18の方がよく感じられます。総じて比較すると、18の方が全体のバランス感としてはよく感じられました。しかし追求したものが全く真逆であることから、どちらが好きか、これは完全に好みで分かれると思います。
もし自身もシグニチャーシューズを2つ作れるとしたら、似たような特性のシューズを作るというより、タイプの異なる違う良さを発揮したシューズを作るのではないでしょうか。今回は名前こそ18ローとなっていますが、どう見ても2つともローカットですし、カットの違いで変化をつけたのではなく、機能面で違いをつけているということが履いてみて分かりました。皆さんはどちらの方が好みでしょうか。良ければコメント欄で教えてください。それでは皆さん、これからも靴のレビューを続けていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。